なんとなんとフィリピンが夏入りをしました。はい、ドーン。いやー、灼熱の4月が幕を開けそうです。しかもしかも今年はエルニーニョとやらで断水までもが起こると予想がされておりますので、辛い夏になりそうです。ちなみに5月終わりまで続くようなんで要注意や。フィリピンすれば何かが変わる。生きにいなせに江戸ニュース始まるよ。アイナコエドワです。はいと、今日は晴れと。皆さんフィリピンしてますか？まあ、今日はね、もう夏売りしてますからね、どてらく暑いですね。まあ、こういう天気やだねったらやだね。さて今何度かなと、33.4度、えらこっちゃ。ほんで湿度が 56% ですね。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、イスコモリナショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さてもみなさんと、そういえばね、ちょっと前にジャパンでも話題になっておりました親子のやつですが、まあ、母親側の親戚の犯行やったようですね。まあね、ああやっぱりかってな感じではありますわね。ほんでこれにはね、4人が関わっておると。で、自首をしてきたようですが、親戚2人を含みます合計4人と。で、彼らが刑事告発をされたようですね。これがね、ケソンプロビンスのタヤバスで起こったやつですね。で、これもね、親子のこの体がね、発見された時に、警察はこの事件はすぐに解決するだろうってな塩梅やったんですね。これどすねと。まあ、警察もね、当初から身内の犯行というのがすぐに分かっておったようですね。で、この親子のね、このボディというのは、母親のね、ロリーのシスター夫婦のね、家のすぐ近くで見つかっておったでしょう。で、これね、メディアによって違うんですけど、その家からね、26メーターしか離れてなかったとか、1メーターしか離れてなかったとかね。まあね、フィリピンはこの3000世界広しといえど、いっちゃんフィリピンしてますからね。で、見つかった時は母親の体には刺し傷がありまして、娘の方にはね、頭に深い傷があったと。で、さらにはね、顎の骨がね、砕かれておったようですね。ほでもって親子は、まあ、フィリピンに入国をしてきますわね。で、そのシスター夫婦の家に泊まっておったと。で、この親子は2月にフィリピン入りをしたようですが、まあ、その後の2月21日から行方不明になったと。ほんでその後に結構経って3月の9日にね、そのシスターは捜索願いを出しておったようですね。ほんでもって3月14日に家の近くで、この1メーターだか26メーターだか離れたところで、この2人のね、体が見つかったと。で、母親のロリーのシスターの名前がね、リガヤって言うんですね。これがね、リガヤですねと。で、リガヤは親子のね、体が見つかるや否や、自分で自分を殺めようとしておったようですね。で、その後にね、ケソンプロビンスの病院に運ばれまして、まあ、治療を受けておったようなんですよ。ほんで警察はリガヤが自白をするね、ビデオを入手しておったようですね。まあ、渡すがやりましたっていうね、例のあれですね。そん中でリガヤは、まあ、金子に困っておったと。で、今回の親子を殺めるというのは衝動的にやったことでもなかったみたいですね。どうやら12月には今回の犯行というのは計画がされておったようですね。っていうのをね、リガヤがね、ビデオの中で自白をしておるようなんですよ。まあ、ロリーは早い段階でエアチケットを取っておったんでしょう。で、まあ、それをね、至極当然リガヤにも、まあ、兄弟ですから伝えますわね。ほんで、その段階でもしかしたら家を買うためにお金を持っていくでっていうようなね、話もしておったんやもしれませんわね。まあ、それを聞きましたリガヤは、渡りに船だと相なったのかもしれませんね。ほんで、この親子はコンドミニアムか家を買うために500万ペソを持っておったと、リガヤの息子かね、まあ、ロリーの他の甥がね、言うておったようなんですよ。
まあね、ロリーの甥の証言によるとってなってんですが、ロリーにはね、兄弟がいっぱいいますからね、どの甥のことかね、ちょっとわからんですね。ほんでね、この500万ペソというのが一人歩きしておる感じではあるんですが、この500万ペソというのをね、誰もね、見てないんですね。この甥が言うとったことですからね。で、甥が言うには、親子は家を買うためにフィリピンへやってきたと。で、その資金で500万ペソを持っておったって言うてはおるんですけどね。まあほいでもね、リガヤの家から136万円は見つかってはおるようですけどね。ほんでもって3月9日に行方不明という報告がリガヤからされておったんですね。ほんでこの親子は日本へ帰るためのね、エアチケットも3月の、まあいつやったかまでは詳細がありませんが、持っておったようなんですが、まあね、それにも乗れなかったと。まあね、その頃には殺められておりますからね。で、この親子二人のラゲージですよ。これね。このラゲージもね、また別のエリアで発見がされたんですね。ほんで、警察の発表によると、CCTV にね、映っておったようですね。その映像には、リガヤとリガヤの夫のチャーリー、で、さらにはね、男二人の計4人でね、トライスケルに乗りまして、親子のね、ラゲージをね、運んでおって、まあ、そのね、そこに捨てに行っておったようですね。ほんでね、そのラゲージにもね、血痕がね、ついておったようですからね。まあ、これやっちまった後にね、証拠隠滅のために運んでおったんでしょうね。ほんで、みんな大好き？そう、ドスケベバー！ドスケベバーで有名なのがマラテのあたりでしょう。そのマラテでね、強盗があったみたいですね。とあるカップルが歩いておりましたら、3人組に囲まれたと。ほんでもってナイフを出してきまして、まあ、スマートフォンとかね、財布が入りましたバッグが奪われたようですね。ほいでもね、たまたまにね、その近くにね、警官がおったようで、このカップルは警官に知らせることに成功したんですね。で、この3人組の一人が、ご用だ！と、相なったと。ほいでもって残りの二人は逃げたようですね。はい、ドーン！こいつが捕まりました。エイドリアンみたいですね。この指刺すやつってなんか興味深いでしょう。まあ日本でもね、こういうのやりますわね、こうやってね。で、残りの二人というのは、どこの誰かっていうのはもう分かっておるようなんで、現在は追っておるようですね。ほんでそのドスケベボーイズの皆さんが大好きなドスケベバーですけど、カビーテのシランで、レストランバーを装ったドスケベバーが摘発されたようですね。これによりまして、20人以上が、ご用だ！と、相なったと。ほいでもって、ここではね、春を売っておったわけですが、女の子たち18人ほどが働いておったようですね。そういえば、フィリピンはほら、中国とね、領土で揉めておりますでしょう。あれでね、中国側はフィリピンのコーストガードに、ウォーターキャノンでね、攻撃してきたりと、まあ、嫌がらせをやりまくっておると。で、これはね、今までにね、何回もお伝えしておりますでしょう。ほんでね、フィリピンのコーストガードには、なんか、中国人のメンバーもおるらしいんですよ。なんか不思議でしょう。ほんで、今回ね、36人の中国人のメンバーが除名されたようですね。なんか変な話ですね。フィリピンのコーストガードにね、中国人のメンバーがおるってね。ほんで、彼ら36人の中国人メンバーが除名にされた理由というのは、まあ、コンプライアンスの問題やと。まあ、詳しい説明はなかったわけなんですけどね。ほんで、この中国人メンバーというのは、正式なメンバーではなくて、ボランティアとしてやっておったみたいなんですよ。さらにこれきな臭いでしょう。ボランティアってね。ほんで現在はこの中国人メンバーがどういう経緯でフィリピンコーストガードとしてやっておったのかを調査中のようですね。いやー、あれがあれしてあれなもんな感じになりそうですね。あれ。ほんで中国人関連で言いますと、前回のエドニュースでタルラックにありましたポゴが摘発されましたでしょう。ここどすねと。ほいでもってそのポゴは今までで最大のものになったと。ポゴって言いますと、そう、中国人向けのオンラインギャンブリングですね。ほんでね、その後の調べておかしなことが分かったんですね。そもそも、このポゴの施設というのは、バンバンっていうね、まあ町にあったんですよ。でね、そのね、バンバンっていうね、町のこの役場あるでしょう。町役場っていうんですかね。そのね、隣にあったと。はい、ドーン！
さらにはそこのねポゴの施設の内部には逃げるためのねトンネルまであったみたいですね。地下トンネルみたいなのが。でこういったビジネスをやるにはライセンスを取る必要があるでしょう。ほんでそのライセンスの名義人というのが何を隠そうこのバンバンの町の町長やったみたいですね。気な臭いね。したっけ事実上町長が名義貸しをやっておったっちゅう寸法ですね。これは気な臭いね。さらにはフィリピンは観光産業をねもっとこれはギャンギャンに推し進めたいんですよ。で中国人をね今後はどんどん呼び込みたいようですね。まあ最前よりも申し上げております領土問題なんかもありますが、まあ背に腹は変えられないと。ということで中国人観光客をねパンデミック前の状態まで戻したいと言うておるようですね。でさらなる中国人関連ですがポゴで大量の中国人がこれ捕まっておるでしょう。でその中の中国人がフィリピンのパスポートやらフィリピンの出生証明書をね持っておったらしいんですね。ほんでねこれが偽造のもんじゃないんですよ。まあ、ここだけの話ですけど本物みたい。で今のところね7人の中国人が本物のパスポートと本物の出生証明書を持っておったようですね。まあ、本物をね不正に取得をしておるんですけどねややこしいですね本物を不正にっていうね。で現在は17人が新たに申請をしておるようですが、まあ、こいつらも怪しいと見て捜査をしておるようですね。で特にねその申請されるとこが多かったのがマニラ、ケソンシティ、パシグ、まあ、ここまではよう知っておる名前でしょう。さらにはさらにもダバオデルサーのサンタクルーズでもあったようですね。これってねどうやっておるのかと言いますと、まあ、どっかのピノイの戸籍を買うなり、まあ、奪うなりするんですね。で他にはね出生証明書を取らない人っていうのがねたまーにおるんですよフィリピンでも。まあ親が取ってないんですね子供の出生証明書をね。で成長していきますと戸籍がないですからいろんな面で困るでしょう。まあ学校の問題とかね。で、まあ、遅れて申し込むことになるんですよ。まあ僕もね何人か PSA に申請をしまして戸籍を取ったりしてんですけどね。まあ不正にじゃなくって僕の場合はね戸籍を取ってない子供たちのためにですけどね。で今もね視聴者さんの子供が一人戸籍がなくってねもうすぐね小学校へ上がるんで学校へ行かせるためにね申請中なんですけどね。まあ、戸籍がないとね学校へ行かせられんでしょう。まあみんなこう思うでしょう。いやそもそもなんで取ってないのよってね思うでしょう。まあほいでもねまあその子の母親がねええ加減でね、まあ、視聴者さんも知らんかったっちゅう寸法ですよ。で今頃になってやっておると。まあ話は戻しましてとそれをね中国人が悪用して申請するんですね。まあそれをね手引きするピノイも存在するんですけどね。まあ、ということでこういう中国人というのは要はこれピノイになりきっとるわけですよ。まあ、ピノイならばね何の問題もなくどんなビジネスでもできるでしょう。しかも奴らにはねどっからかね持ってきたようわからん金もこれたんまりあると。しかもさっきね7人がピノイになりきっておったと言いましたでしょう。このうちの1人に関してはすでにね亡くなっておる人の戸籍をね乗っ取っておるようですね。ほんで中にはね OFW の戸籍を乗っ取っておったのもおったようで、まあ、そのせいで乗っ取られました OFW はフィリピンを出国できなかったみたいですね。中国人犯罪がやばい今日この頃だね。これ北朝鮮がね日本でもようやってましたね他人になりすますってやつね。ほんでマニラ空港ですけど現在はターミナル1からターミナル4まであるでしょう。で現在はほらサンミゲルが管理してるでしょう。ほんでサンミゲルのラモン・アン社長がマニラ空港は国の玄関口なのにいつも人だらけで問題も多いと。ということでターミナル5を作ろうやないかと言っておりますね。はいドーン。でさらにはスカイウェイバスなんかも走らせるようにすると、まあそういう可能性もあるみたいですね。まあいつもね混雑してるイメージは確かにありますわね。でさらにはね南京虫やらネズミやらねえらこっちゃ状態なんがまあこのマニラ空港ですけどね。まあほいでもねこの間香港行ってきたんですよ。でほしたらばねターミナル3からやったんですがターミナル3にまあグラブで行きましてまあ着きますでしょう。ほんでまあ中入りますでしょう。でイミグレーション通過するまでね30分もかからんかったですね。で預け荷物もねその時なかったんでセルフチェックインでしたしね。
ではここで喉を潤しますよ。くー、今日はね、暑いですがホットコーヒーですね。おっさんのエッセンシャルやっていうのがね、ホットコーヒーですからね。そういえばこの間の三越 BGC の花見の見ました？はい、ドーン。はい、1、2。あーくー、このあーが大体30分、はい、缶ぐらい、あの持つのね、30分ぐらい冷たいビールが楽しめる大人のかき氷なんかね、ほら、どうですかこれ、美味しそうでしょ、ね、これいただきますよ。ガチャポンコーナーみたいなのがバーッとあって、結構広い感じでね、三等かプレミアムって違うんですよ。あの肉巻きおにぎりってありましたね。はいはい、ありましたね。あれちょっと気になっちゃって、気になっちゃって、あのメニュー。ほら、これが味の素の餃子、久々に出会いましたね。あ、まだあったか、うまよいしょ。おー、桜が満開ですね。どうですかこれ。いやー、キリンのフローズン生うまかったね。でほら、今日キリンですからね、かっこいいでしょこれね。キリン、キリンって何がかっこいいって、このロゴがかっこいいんですよね。ほんでね、あれキリンってね、あれでキリンバーやればいいのにね。フローズン生でね、味の素の餃子との相性は抜群でしたね。で今回ね、久々に三越行ってきたんですけど、結構ねお店も開いてましてね、大盛況でしたね。でほら、ニトリができるでしょう。ニトリの方もね、4月にオープンするんですが、もうすでにね、いつオープンしてもいい状況にまでなってましたね。楽しみだ。お値段以上なのかどうなのかっていうね。でしかもね、今回川口さん出世なさるということでね、おめでとうございます。やっぱりね、できる音が違いますね。やっぱりね、川口さんってね、見た目からできるなっていうのが、川口さんね、靴下履いてないです。できる男は靴下履きませんから。でちょっと暑いんでね、ほらキリンビアね、飲もうかな。この開ける音がね、いいんですよ。おー、いい音だ。コーヒーの後にね、キリンビールですよ。キリンの男が、くー、効くね、うまい。やばい、後半が酔っ払うかも。キリン一番搾り。ほんでね、今年1月から3月までの間にフィリピンを訪れた人の数っていうのが120万人になったようですね。ほんでフィリピンは今年は770万人の観光客オーバー狙っておるようですね。ほんでね、タイですよ、タイ。ではでは問題です。タイでは1月から3月までの間に一体全体何人の外国人が訪れたでしょう。これがなんとなんと800万人を超えておると。すでにね、フィリピンの今年の目標である770万人を超えておるんですね。いやー、どてらいですね。はい、ドーン。トップ5にはね、ジャパンは入ってないですけどね。やっぱり円安ですかね。で、1位はね、グーンと抜きまして、チャイニーズと。まあね、チャイニーズはね、ビザフリーになりましたでしょう。あれでね、もんすごいね、タイしちゃってるようですね。チャイニーズピーポーがね。で、しかもね、タイは今年だけで、タイのほら、北の方ありますでしょう。北の方だけで、4500万人の観光客が訪れると予想しておるようですね。はい、ダーン。どぎゃー数を予想しておるでしょう。まあ多分ね、これには外国人だけじゃなくって、まあタイの人たちも含まれておるでしょうけどね。まあほいでもね、タイって空気がめちゃんこ汚いようで、はい、ダーン。インドのデリー、ネパールのカトマンドゥーと来まして、バンコクですよ。そんなに汚いんですね。で、噂の北の方も、はい、ダーン。こんな感じらしいですよ。これがあれですかね、PM2.5 ですかね。えらこっちゃなまでに真っ赤っかですね。
本でエクスチェンジレートですが、はい、ダーン、ワンダラーが 56.27 ペソと。ということで、1万円が3691ペソみたいですね。低いね。こんなにも低いんだね。こら、海外旅行なんて行こうと思いませんわね。まあ、これ公式レートが3691ペソってことは、1万円が3000ペソぐらいっていうところもね、あったりするみたいですからね。ほんで、オックスフォード大学の調査によると、世界で幸せな国ランキングが発表されてますね。それによりますと、世界143カ国の中で1位は、そう、フィンランド。なんですが、なんとなんと、フィンランドは7年連続で1位みたいですね。ほんでもって、デンマークと来まして、アイスランド、スウェーデン、イスラエル、ネザーランド、ノルウェイ、ルクセンブルク、スイツァーランドと来まして、オーストリアですね。トップ10がこんな感じみたいですね。で、フィリピンはと言いますと、53位と。ほんで、東南アジアで1位がシンガポールで、2位がね、フィリピンになるみたいですね。やっぱりね、ピノイって底抜けに明るいでしょ。なんか、歌って踊るしね。やっぱね、そういうところもあるんでしょうね。はい、ダーン！どうですか、フィリピンではね、子供の頃よりこうやってね、情操教育を受けるんですね。このボーイもね、将来は立派なダンサーになることでしょう。で、フィリピンでも e ウォレットが流行ってますでしょう。いっちゃん流行っておるのは、そう、 G キャッシュですね。その G キャッシュですが、なんとなんとフィリピンの SIM カードじゃなくても登録できるようになったみたいですね。はい、ドーン。まあ、これは OFW のためのようですけどね。で、その噂の外国というのが13カ国あるようなんですが、 USA、カナダ、オーストラリア、UK、イタリー、ドイツ、スペイン、UAE、カタール、日本、韓国、台湾、香港のようですね。マンズはこれらの13カ国やらテリトリーから行けるようにすると。ほんでもってサウジアラビア、クウェイト、さらにはシンガポールも直に使えるようにすると。これでね、OFW のね、フィリピンの送金も簡単になりますわね。で、その OFW の送金の話で言いますと、OFW の送金額は去年と比べると増えておるようですね。今年の1月と去年の1月を比較をしますと、27億6200万ドルが28億3600万ドルに増えておると。で、これがね、2.7% 増えておるようですね。まあ、フィリピンはね、OFW で持っておる国といっても過言ではなかですからね。したっけね、もっとこれね、OFW をね、大事にしてあげるべきなんですよ。ほんでね、宝くじってありますでしょう。奇妙、奇怪、珍妙なことがね、巻き起こっておるんですよ。1ヶ月に20回も宝くじを当てた人がおったようですね。これおかしな話やで。で、さらにはね、ジャックポットですよ。ジャックポットに関して言うと、オンラインになる前には当選者が出るまでにこれ何ヶ月とかかっておったようなんですが、オンラインになってからは毎回出ておると。もうね、もうフィリピンがね、もう止まらないのよ。フィリピンがほんまにもう毎回やって、毎回。まあね、これ不正をやるんならね、もうちょっとこれうまいことやらんとね。同じやつがなんで20回も宝くじ当てんのよってね、なりますわね、誰かってね。ではここで外国人逃亡犯のコーナー、拍手。はいと、今日もね、 BI が業さんの悪人を捕まえてますよ。マンズはドーン。右が USA の63歳のスタンレイという男ですね。コン男はドスケベバーでおなじみのアンヘレスにて御用だ愛なったと。してして、このおっさんが何をしでかしたのかと申し上げますとね、養育費を払ってなかったみたいですね。ほんでもって養育費を払ってないことから国際指名手配されておったようですね。次にドーン。こいつは44歳のリー・ヨンハクと言いまして、問題です。何人でしょう。
まあ、リーといえばね、至極当然韓国人多めですわね。そう、韓国人ですよ。このリーはエルミタにて御用だと相なったと。で、このリーは違法オンラインギャンブルサイトを作りまして、そっから実に6700万ドルを受け取っておったようですね。ドテリア額ですね。続きまして、はい、ドーン。こいつは42歳のチャンチャウェイっていうね、台湾ニーズのようですね。最近なんか台湾ニーズ多いですね。で、このチャンは台湾で企業詐欺をやっておったと。ほんでもってタルラックに置きまして、ご用だと相なったと。それでは皆さん、お待たせしました、ジャパニーズ逃亡犯です。はい、ドーン。こいつが49歳の小山智博ですね。この男はそう、 JP ドラゴンのメンバーですね。まあ、この間もね、 JP ドラゴンのメンバーが捕まっておったでしょう。まあ、JP ドラゴンはね、説明線でもわかりますわね。日本でもね、最近結構報道されてますもんね、 JP ドラゴンね。で、こいつらは全員がビクータンの収容所にて強制送還の準備中ではありますが、強制送還されるかなっていうところですね。まあ、こういう人たちって強制送還されないために別の罪をね、犯しておくんですよ。あの、ルフィ海賊団もやっておったでしょう。あいつらも強制送還されへんために別の罪を犯してやってたんですよ。まあ、ほいでもね、彼らはね、やりすぎちゃったからね、例外で強制送還はされましたけどね。今回もね、どうなることでしょうね。で、しかもね、彼らはね、普通にね、現在でも収容所の中でスマートフォン使ってますからね、普通にね、使えるんですよ。お金さえ渡したらね。もしかしたら、ほら、これを見ておる可能性も、そう、ないこともないこともないこともないと。小山くん、見てるかな。ほんで、セブンシティですけど、ショートで流しました、ラッパーが起こした事件があったでしょう。はい、ドーン。セブンシティ、アップタウンエリアの中にあるホテルの敷地内で銃撃事件が起きた。青い車に近づいているのが被害者だ。車を開けたその刹那、車から飛び出してきたのが撃った男だ。男はしっかりと右手に銃を持っている。一体何が起こったのか。その後にこの男は逮捕された。男はセブーをベースに活動するラッパーだった。この男によれば、被害者は外国人だったようだが、女性に対して無礼でおけつまで触っていたという。そう、ドスケベ親父だったのだ。そしてレンジは何度も注意をしたが、ドスケベ親父はそれを無視した。その結果、撃たれたドスケベ外国人は現在も治療中だ。みんなも be careful。 これでね、この撃たれました外国人はその後に絶命したようですね。ほんで、このラッパー知ってます？なんか結構有名なラッパーやったらしく、まあ、うちで雇ってる女の子が一人おりまして、このラッパーのこと知ってましたからね。まあ、その女の子はビサヤ出身の子なんでね、レンジ39はね、結構ラップが上手かったみたいで、セブーでは名の知れたラッパーやったみたいですね。ほんでね、セブーといえば、そう、バナコンですね。問題です。バナコンって何ですか？まあ、トドのつまりがキングコブラですね。3月に入ってからも、ヨーさんのバナコンが目撃されたりしておるようですね。そごとにね、アストゥリアスに、タボゴンに、アルガオにね、4カ所ぐらいでなんか結構目撃されてますね。で、セブーにはね、キングコブラだけじゃなくて、パイソンまで出るんですよ。はい、ドーン。これがね、セブーのアルガオやったみたいですね。なんかこれがお店の中みたいなんですけど、お店の中のね、階段の下でね、寝ておったと。で、ほら、フィリピンって暑いでしょう。ということで、涼むためにこのお店の中へ入ってきて、いっちゃん涼しいであろう階段の下で寝ておったのではなかろうかとね、見られておるようですね。ほんで、このパイソンは DENR に引き渡されたようですね。さらにはさらにも、イロコスノルテでは、コブラに噛まれました18歳の女の子が絶命したようですね。はい、ドーン。しかもね、この18歳の女の子は家の中で着替えておる最中に
噛まれたみたいなんですね。ですぐさまに病院に運ばれまして治療がされたようなんですが、どん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 弱っていきまして、その命がおしまいになったと。ほんでね、彼女の父親が彼女の部屋を調べましたところ、ベッドの下にね2メーターを超えるサイズのコブラがおったようですね。ほんで持って殺めたと。ほんでこの父親の証言によりますれば、娘が今回噛まれましたと。でその噛まれるよりも前に庭でねコブラを見つけておったようですね。でその時もね捕まえておったようなんで、まあ、今回のんとはまた違うコブラやったみたいですね。まあ、蛇っていうのは涼しいところを好むようなんで、皆さんもくれぐれも Be careful! でさらにはさらにもダバオにありますパナボシティでは、犬がこれまたねサマールコブラにね噛まれて絶命をしたようですね。ブライアンちゅう人が飼っておった犬やったようですが、ある日にガラージで血を吐いて亡くなっておったと、その犬が。ほんでもってそのそばには引きちぎられたサマールコブラもまた絶命しておったようですね。ということで犬とこのサマールコブラ相打ちやったようですね。でこの犬は飼い主を守りましたヒーローだということで、インターネット上でね称賛がされてますね。いやーそれにしてもね、コブラにキングコブラにサマールコブラにね、独々しいね。ほんでセブーにおる人たちでこれを見ておる人おるでしょう。でちょっと警告がありましてね、セブーの人たちね、あとセブーへ行く人たちね、セントラルビサヤの海では大腸菌濃度がめちゃんこ高いようなんで、泳ぐなとのことですね。まあうんこさんまみれやと。ほんで特にやばいところっていうのが3カ所ありまして、それがマクタンのねイーストコースト、まあこれ東海岸って言うんですかね日本語で。ほんでモアルボアルで、さらにはボホールのパングラオ、この3箇所はうんこちゃんでまみれておると。エンバイロメンタルマネジメントビューロー、まあ略して EMB はこれら3箇所では安全な数値をこれはるかに超えておると。はいドーン。マクタンのイーストコーストでは 100ml あたり 452mpm、 モアルボアルでは 100ml あたり 275mpn、 ボホールのパングラウでは 100ml あたり 322mpn。 とまあね、なまらきじゃないようですね。でそのモアルボアルではダイビングをしておった女の子がおったようなんですが、はいドーン。この女の子はウミガメを触ったみたいなんですよ。ダラ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 だ。だがしかーし、法律でねそういうのはダメっていうのがあるらしいんですよ。でしかもねこの女の子はそのビデオをねソーシャルメディアにポスターしたようで、これは瞬く間にバイラルとなったんですね。本でもってご用だと愛なりまして、罰金2500ペソとなったようですね。ということで触ったりしてもダメみたいですね。まあフィリピンはねこういうのが意外と厳しかったりしますからね。ほんでねボホールではチョコレートヒルズにリゾートを作っておりまして問題になっておったでしょう。アン後にさらにはね同じくボホールにありますカルメンでもねそんな感じのリゾートを作っておったようですね。まあほいでもねボホールってチョコレートヒルズがありますでしょう。ほんでチョコレートヒルズに指定がされておるところではなかったみたいなんです。ボホールって結構いろんなところにねチョコレートヒルズみたいなあのこんもりした山があるんですね。で写真とかで見るとチョコレートヒルズにリゾートを作っておるように見えるんですが、実際はこれチョコレートヒルズではない、また違うこんもりのところに作っておったらしいと。だもんでもんで問題はないんじゃないかという意見もあるという。まあ確かも確かにねボホールってまあ僕も故郷へと勝手に思っておるほどに好きでちょいちょい行ってはおるんですけどね、こんもりって結構いろんなとこにあるんですよね。ほんでこれがねフィリピンでは話題も話題でね、これピノイやなーって思うのがね、はいドーン、こんなん作ってますねなかなかこれセンスを感じる作品たちでしょう。なんかこういうね愛のあるいじり方というかね、こう SM を置いてみたりね、相互を置いてみたりとかね、まあ、こういうのをやらせたらねピノイはなかなかやりますわね。